秘密のテックガールは、角川スニーカー文庫から刊行されている、ライトノベル。著者は、奈良山公。イラストは鳥も。日本で、唯一の女子高専である、筑波音特殊女子高等専門学校を舞台に、常に、騒動の中心となる体質の主人公、本瀬春美、ロボット大好きなナスの真春、いつも眠そうな目の天才、長屋屋ね。 美少女だがツッコミ担当の一柳千里の4名を中心に巻き起こる魔法と区別がつかないレベルの超科学的事件の数々。学校推薦で筑波音女子高専の編入試験を受けに来た本瀬春美はその翌日帰宅もできずになぜか臨時委員長を拝命し学園祭の出し物としてナスのマハルのロボット屋台と長井彩音の宇宙喫茶店。 どちらのアイデアを採用すべきかの議論を取り仕切る羽目に陥っていた。そこに初期の一柳千里からの突っ込みも加わりさらにカオスになる議論。なぜに晴海はこんなことに巻き込まれているのか。機械システム工学科学生主役旧学生たちの名前については作品内で主に使われる表記登場初期に使われる戸籍名と思われる表記故障の順。 教員、職員ペケ計画と転校生2009年5月1、日韓 ISBN978 から4から04から47万4501から、1ペケ計画とスパイ大作戦2009年8月、1日韓 ISBN978 から4から04から47万4502から、8女子特使と表記される場合もあり。ありがとうございます。